はい、どうもこんにちは。今回ですね、無限逃避級数の図形への応用の問題です。で、こんな問題を考えてみたいと思います。こちらです。はい。この問題、どういうふうに解いていくのかっていうことですね。これから一緒に解説していきたいと思います。はい。では解説です。改めてちょっと図をね、ホワイトボードに書いております。で、このそれぞれ、図形の頂点にあたるということですね。ここから順に P1、P2、P3 と名前をつけていくことにしましょう。さあ、この問題なんですけども、最終的にこういう渦巻き型の、図形を書いていったときに P の座標ってどうなりますかって聞いてるわけなんですが、P、X 座標と Y 座標をこう分けて考えるのがコツですね。例えば X 座標だけ見ていくと、P1 の X 座標1です。P2 上に上がるだけですから1で変わらず。P3 は、この1の座標から4分の3の2乗の分だけ左に動きますから、マイナスされますよね。P4 はそこから下がるので、変わらずです。P5 は、今度逆に P4 の座標から、X 座標の状態から、4分の3の4乗だけ右にずれますから、足されます。これだんだん繰り返していけばもう分かると思うんですけど、やがてこれ N 番目っていうのを考えていこうとすると、こんな風になってませんかってことです。1-4/3/2足す4/3/4-4/3/6っていう風に、これよく見ると、初項が1で、公比が-4/3/2の無限逃避級数の形で表されてるってことなんです。よろしいでしょうか。はい。で、ここでちょっと復習なんですけども、例えば初項が A、公比が R の無限逃避級数、こんなやつですね、について、A が、0じゃない、初項が0じゃなくて、公比が、絶対値1以下、つまりマイナス1より大きくて1より小さいの時、無限逃避級数の収束条件がこうでした。1-R 分の A で表されるんでしたね。なので、今、P の X 座標っていうのは、公比がマイナス4分の3の2乗でしたけど、それって要するにマイナス16分の9なんです。これ明らかにマイナス1から1までの値に入ってます。ので、収束します。この公式に当てはめるだけで結構、P の X 座標は最終的には、1-−16分の9分の1で、与えられる値、つまり25分の16に収束していきますよ、というふうになります。Y 座標についても同様です。もう簡単にざっと解説していきます。はい。Y 座標も同様ですね。P1 から順に書き出してみると、0、4分の3、4分の3、で、4分の3-4分の3の3乗、4分の3-4分の3の3乗、4分の3-4分の3の3乗プラス4分の3の5乗っていうのは、もう同様にわかりますから、これよく見ると、初項が4、公比がマイナス4分の3の2乗の無限逃避級数です。公比はさっき X 座標の時と全く一緒ですよね。なので、同じく収束します。この公式。1-公比分の初項の値で計算できて、Y 座標も無限にこの移動を続けていくと25分の12になるっていうことがわかります。結果的に点 P というのは、こんな座標、25分の16と25分の12というふうな値にやがて収束していきますよっていうことがわかりますよ。という問題でした。以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。You may feel like being alone, but I can be the one you really know now. The world is yours.